はい、今日は4月の中旬ですね。タガメのいるところにやってきたので、運良ければタガメが取れると、はい、そんな感じでガサガサやっていきましょう。とりあえずここやってみよう。岸沿いがいいよな。いるかな。うちのはもう冬眠から覚めてるから。天然はどうだろう。ほら、1発目、いるか。うわー、これ何、すげえな、やっぱこの辺は。さすが、一発目で取れたぜ。危ない、滑る滑る。入ったかな。わあ、びっくりした。ザリガニだ。ザリガニか。岸際の方がいいか。こんな感じ。よし。ほら。よし。どう。いねえか。いたらすぐわかるもんな。登ってくるから。お、何これ。これあれかな。水カマキリだ。ほら。水カマキリだよ。ほら。うわ。わお。なんか出ちゃいそうだな。大丈夫かな。ほら。よいしょ。ほら、あ、濁ってきちゃったな。よいしょ。すげえな、この枯れ木とか枯れ葉がいい感じ。ダメだ、いねえな。とりあえず取れたのはこんな感じですね。あれ、あれ、水カマキリ、あ、水カマキリなんだっけ、太鼓打ち、太鼓打ち入れた覚えないんだけど。え、入れたっけ。水カマキリは入れた覚え。太鼓打ちいるよ。いつ入った。ほら、よいしょ。ほら、あ、濁ってきちゃったな。よいしょ。ここ次はここ、結構シャローで浅瀬になっててやりやすそう。葉っぱもいっぱいあっていそうだな。ちょっとぬかるんでないか確認して入るとね。おっしゃ、よし、じゃあ早速一番いそうなポイント、そこ。たまにこうやって逃げていったりするのが見えるから。
横の角もやっときたいよな。よし、オッケー。入ってそうだな。ちょっとこれ栗がさ、危ねえんだよな。痛い。よし、こうやってガサってる時に栗に刺さって、ほら、これまだ痛いっていう、柔らかくなってないからか。あ、痛い。ほら、ちょっと危ねえな素手は。あ、いたいた、ザリガニ、ザリガニがいた。おお、キープ。ザリガニも一応キープ。意外に足元か。あ、いないんだ。まだ時期が早かったかな。まだ陸で冬眠か。冬眠ってことねえだろ。あー、いません、いません。とりあえず今のところの取れ高見てみるか。水カマキリ、おーし。で、太鼓打ち、不思議な太鼓打ち。いつ入ったかわからない。勝手に自分から入ってきたかもしれない。もう死んだふり、死んだふり。水に入れると動くと。で、これゲンゴロ、ゲンゴロ。わあ、飛んだ。あとザリガニ。おお、すごい、全員集合した。ここに、これゼンマイ、ゼンマイでしょ。多分これ咲くとこうなるんだろうね。で、こういうシダ、あ、なんかあのホームセンターで買うシダとちょっと違うな、本場のシダ。あ、これちょっとゼンマイ感がこう変わる、うん、やっぱ本場のシダはいいな。何これ、メロンソーダ。ちょっとこっちにも水路があるからガサってみるか。こういうちょっとした水路にもいるかもしれないから。カワニナ、カワニナかな。あ、なんかヤゴか。お、音聞いてもらったら分かるように、このカエル、カエルの声がいっぱいあるから、カエルは冬眠から目覚めてると。この辺もこういういいよな、足のあるとこっていそうだから。雲だらけだな。うわ、すげえ雲だらけだな、怖えな。小さなもいる。ゲンゴロか、ナミゲンか。あ、違う違う、水すましか。2匹目。あと小さいゲンゴロもいたな。タガメは無理そうだな。おお、ザリガニか。ダメだ、もう何回やっても取れない。絶対取れないわ。季節が悪いのかな。ちょっと観察して終わりにしましょう。ゴミ取って。
よいしょ、よし、これに入れよう。ちょっと日陰になっちゃうからこっち。まずは水カマキリ。アメリカザリガニ。うわ、これは赤いな。ほら、2匹。多分水澄ましかな。なんか動きが鈍いな。これどうした？ほら、裏側真っ黒。あとはザリガニ。あ、小さいゲンゴロウもいたんだ。ザリガニか。ザリガニはいっぱいいたな。ザリガニ、これはいっぱいいたから3匹で。はい、今日はこんな感じで。これさっき元気がない、さっきから元気ないんだけど、多分ね、脱皮するっぽいな。これ見てたら脱皮するぞ。よし、そしたら逃がしましょう。